この時間は僕、菅田将暉がお送りしています。では、早速ゲストをご紹介しましょう。世界の終わりの深瀬さんです。深瀬です。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。お疲れ様です。お疲れ様でした。夜遅くに本当ありがとうございます。いえいえ、なんか、うん。あれ大丈夫ですか遅いなとは思いますよね。俺、だから前も言った通り、朝方じゃないですか。そうですね。早寝早起きとは聞いて。爆睡時間ですよね、時間は。普段だともう完全に。いや、もう寝て、もう3時間は経ってますね。え?10時ぐらいじゃない。早ないですかそれはそれで。めっちゃ早いですよ。だから、6時ぐらいに起きますもん。え?いや、なんか、そう。10時ぐらいには寝てるってことですか ?10 時ぐらいには寝ますね。え中 1? もしかおじいちゃんの。いや、まあまあ、そう、なんかそうなっちゃったんですよね。元からっすかそれは。なんか、僕すごいお酒飲むんで、はいはい、6時を超えたらお酒を飲んでいいって決めてるんですよ。で、自分ルール自分ルールで。で、6時を超えてお酒を飲むと10時寝ちゃうんですよ。俺2時間ぐらいしかなんかこう、ガーッと飲めないから。ああ、なるほど。まあ、それは健康的でなんか良さそうな感じ。そう、なんかあんま朝まで飲むみたいな全然できない。いや、だから逆っすよね、やっぱ。まあ、僕いろいろ聞きましたけど、やっぱミュージシャンって。はい、はい、はいはい。やっぱ夜型なイメージじゃないですか。はい。もうこの時間が一番、ね、そう調子いいみたいな。そう、ミュージシャンのストーリーとか見ると、なんか朝までやってんなみんなって思う。そうっすよ、ね。俺は12時で帰ります。どんな遅くても。シンデレラタイムだよ。シンデレラなんで。もう意外なんだよな、深瀬さんは。絶対そう。絶対12時に帰っちゃう。でもメンバーだけのレコーディングの時はメンバー結構3時ぐらいまでやったりしますけど、僕だけなんですよ。夜型の。やっぱそうじゃん、朝型の。深夜に作業してはるイメージですよ、みんな。しますよ、他のメンバーは。僕が行かない日、例えばその、はい、行かなくて良い日、みたいなのがあるんですよ、一応。はいはい、僕がもう、大人ジャッジがまあ終わってて、もう、あとはちゃんと撮るだけ、みたいな時とかは、行かないんですけど、うん、まあ、それこそ、役者の仕事があった時とかは、そっちを優先して、みたいな時があったんですけど、そういう時はみんな、朝型帰ってきますよ。だからみんなちゃんと無理したんですよ、僕以外。あ、そうなんですね。そうなんですよね。だから本当、僕は最初に買った CD が深瀬さんっていう話いろんなところでさせてもらってますけど、ね、やっぱその時のイメージはもう完全に夜型な。ね、うん、すげえそう言われますけど、もうだからもう言葉ね、多分今日噛みまくると思いますよ。本調子じゃない。本調子じゃないんじゃないかな。だからだってもう明日の8時から起きてバドミントン行きますもん。なんて、なんて、どういうことですか?バドミントン行くんですよ。あの、8時からバドミントン行くんですか?一応メンバーの沙織のお母さんと、仕事か、ロケかなんかですか?いやいやいや、あの、沙織のお母さんと、あの、地域の体育館。行きますよ。意外なんだよな、そうやって。どういうことですか?いや、来るって言われて、はいはい。来るって、まあ、毎週やってんすよ。その、毎週、そのコロナ禍で一回中止になったこともあるんですけど、で、まあ、最近ちょっとこう、ちょっとずつ制限しながら、はいはい、こう、またバドミントンチームが動き始めて、はいはい、で明日来れるって言われて、ちょっと、須田くんのラジオ出た後、そうっすよ3時ぐらい帰っての、はい、あの3時半ぐらいかな。ちょっと朝起きてから考えるね、つって。そしたら遅れてもいいよって言われたから。申し訳ないなぁ。全然。でも、ね、やっぱりこう、スポーツしてないと。いや、まあ健康ですけどね。やっぱりそう。朝から体動かすって。いや、そうなんですよ。意外だなぁ。意外ですよね。俺バドミントンしてるイメージないですよね。朝から。運動とかとはやっぱちょっと真逆な。真逆なところにはいますよね。イメージですけどね。いや、もう僕もそう思っている。あの、世間との自分との印象のズレが、はいはい、もうズレに、ズレをなくそうと、須田くんと頑張ってる。言ってますよね。いつも。そう、番宣で。そう、番宣だと須田くんだから、こう、なんていうか、そういう一面も出せるんですけど、うん、だからメンバーといるとやっぱ世界の終わりの深瀬だって、体が思うらしくて。でもそれでいいじゃないですか。それでいいんだと思う。ミュージシャンとしての、そう。うん。それでファンもいるし、え、なんか、はい、須田くんと一緒にいると、はい、僕がバドミントン朝からやってると、ちょっとわーって笑ってくるじゃないですか。はい、その、世界の終わりとしていると、その司会の方とかが、なんか、え?みたいな、これ笑っていいやつみたいな感じの空気になるんですよ。だから、もう、須田くん様々ですよ、ほんと。最近はほんと、自分の素を逆に、須田将暉と出してるっていう。だって、それ面白いじゃないですか。
だっていやなんかイメージがあるんでしょう、ね、ちゃんと笑ってくださいのトーンで喋ってるのにね。でも言ってましたよね。結構あの一緒に一日番宣とかしてて、はいはい、あの間は別個別で取材とかして戻ってきたりすると、はい、いつもその話しますよね。そう。さっきめちゃめちゃ滑ったんだとか、そうそうそう、笑ってくれなかったんだとか、突っ込んでくれる人欲しいよみたいな。いやそう突っ込んでくれる人欲しいから、須田くん横にいないとたまに滑るっていうか凍るんですよ。まだみんな意外ってことっすよね。いや、そうですよ。だってそもそも、こんだけ喋る人っていうイメージもないから。そう、多分そういうイメージももうそもそもないから。うん、だからまあもうよく喋るんですよ。おしゃべりだし。社交的っすよね。そうっすね。だからもうインタビューとかいろいろやらせてもらって家帰ると。うん、まあ僕その、外国人の方とシェアハウスしてたりするので、はいはい、帰ると。はい、今日滑ったわーとか言って。なんでさ、最近そんなコメディアンみたいな。いや、そうですよ。テンションで帰ってくんのみたいな。いらなくないそれみたいな感じで言いますけどね。まあそうなんですよ。意外っすよね。菅田将暉くんとね。払拭していこうと思ってるんですよ。こんなに楽しく番宣できると思わなかった。まあでも映画、キャラクターやっと公開できましたね。いや、ほっとしました。本当によかった。なんか、いろいろあったわけじゃないですか。こう、コロナ禍で。もう、もしかしたら。延期になるかも、みたいな。それこそ映画館がこう閉まるってなると。そうですよね。延期せざるを得なかったんでね。でもまあ制限はあるけれども、一応公開できるということだと思いました、本当。いや評判も、ありがたいことに上々ということで。なんかそんな感じの話を、ね、そう、どうですか、やっぱドキドキしました？いや、ドキドキしたでしょ、それは。下に決まってるでしょ。ドキドキしましたよ。僕らは、もちろん現場でも見てるから、絶対大丈夫なのはね、分かってますけど。いや、それは。そう。待ってさ。初スクリーンというか。そうですね。だ公開されるまでは、やっぱりそう関係者たちの方のご意見なわけじゃないですか。うん、まあまあ、まあそれはだから、こう、悪く言うはずがないみたいなところがあったんですけど。まあ一般の方だと、うん、素直な、ね、素直なこと。言ってくださいますから。いやー、泥酔状態でレビュー見ましたね。めちゃ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 泥酔してレビュー見ました。さんもそんなことするんですか？しますよ。さすがに初映画はレビュー見ましたよ。深瀬でもするの？します、します、もう。もうそれはもうどう思われてもってドーンと構えてそうな。いやいや、もう全然、シラフじゃ無理だと思って。飲んでなきゃ無理だ。もう飲んでなきゃ無理だと思って、もう泥酔状態でレビュー見ながら、あ、なんか、あ、悪くなかったんだな、と思いかったでしょう。よかったな、と思いましたわ。それは大丈夫っすよ。いや、嬉しいですけどね。いや、でもなんか、いや、その、まあ、せっかくね、はい、こう、あんま喋んないんじゃないかとか、まあまあね、すごい暗いんじゃないかとか、うんうん、そういうイメージを須田くんとね、こう壊してきたつもりなんですよ、インタビューやね。いろんなところで、はい、なんか壊してきたつもりなんですけど、だんだん徐々に高まっている、はい、あいつ本当にサイコパスなんだじゃないか、風評被害みたいな。俺それもちょっと思ってて、そっち？やっぱりなんていうのかな、どっちかってその、あんま喋らない寡黙なイメージから、うんうんうん、急に喋り出すと、そう、それはそれで急にパーンって行き過ぎると、まあそうですよね。いやパーンとなった後に映画を見た人が、うん、逆にはイメージ通りだ。ちょっとね、もうね、難しいですね。まあまあまあ。イメージっていうのは。まあそれはイメージっていうのはね、みんな勝手に抱いたりするもんね。そうそう、本当に言われますもん。いいと思いますけど。まあね。いや、でも映画は、ちょっとたまんなかったっすけどね、僕自身としては。どうたまんなかったっすか？いや、その、なんていうのかな。やっぱり俳優同士ではならない空気感というか、こう、セッションっていうんですかね、うんうん、現場の。なんかやりとりというか、ある意味、役者同士だと、ベースの信頼がやっぱあったり、特に共演したことある人だと、はい、もう安心して身を任せられるっていう、まあ、いい面であり、いい、はい、逆にその、もうどうなるかが想像がついたりとか、うん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 、っていう上で想像の裏切り合いみたいな、な結構コアなことになってきたりもするんですけ ど、まあそれはそれでいいとは思うんですけど、はい、深瀬さんの場合はやっぱ全く想像がつかないし。僕も想像ついてないですよ、自分でどうなっていくかが。まあまあそうですよね。いやだからそれで望んでんのって結構すごいなっていうか。緊張しましたよ、本当に。いやだって普通は、こうやんなきゃ、このセリフをちゃんと言わなきゃ、で多分いっぱいいっぱいなんですよ。うん。絶対。でもその、なんか現場になってどうなるかわかんないも多分楽しんでる感じ。いやー、でもそんな余裕なかったですよ。でも須田くんがね、こう優しくこう僕がこうやりやすいようにこうしてくれたからだなと。
まあでも、うん、やっぱここは一個、役者のちょっと先輩として、僕は言いたいなって思うのが、はい、差し入れのタイミング差し入れのタイミング。お弁当の差し入れのタイミングはちょっと一個だけ言わせてもらってもいいですか、はいはい、はい。深瀬さん、すごい豪華な弁当差し入れしてくれたんですよ。そうですね。過去現場で見た中で一番豪華でした。あ、本当ですか。ちょっと張り切りました。いや、あれ、すごかったです。みんなどこで頼んだんだみたいな。もうトリュフ乗ってて。乗ってましたね。乗ってました、乗ってました。トリュフ乗ってて。なんか金粉みたいなかかってるローストビーフみたいなのかかってて。やばかったですよね。もう。豪華弁当っていうタイトルでいいぐらい。いやいや、あれはもう豪華お弁当でしたね。はい、うん。弁当の中の最上級じゃないですか。そうですね。はい。で、スタッフさんたちも、すごい喜んで、美味しい美味しい、はい、うんうん。ただ、血まみれなんですよ、現場は。俺はもう口の中、血のりの味しかしないんですよ。その日に、ね、それはね、これを出されてもトリュフの味なんて一個もせんし。いや、もうそれはね、本当にね、申し訳ないとしか言いようがない。口の中甘々なんで、うん、まあまあ、差し入れはある意味スタッフさんへのね。まあまあ、それもね、ありましたね。ご褒美というか、はい、キャストっていうよりも、はい、スタッフさんへのなんでいいんですけど、ちょっとやっぱ、一応主演、はい、主演が甘い味で終わっちゃってるよっていうのは、ちょっとうん、いや、甘い味で終わっちゃってるの。あれを差し入れされると、うん、次の差し入れのハードルが上がるっていう。そうね。ハードルは。あれ以上の弁当は俺何を入れれば、手作りで豚汁作る以外にねえな、みたいな。手作りでとね。確かになぁ。いや、でも、本当に申し訳ないなぁと思ったけど、いやいやいや、でも、あの時、はい、あの時の須田くんは、はい、いや、めっちゃ美味しかったっすよって言ってた。怖えなぁ、やっぱ役者。役者、俺、コンプが、絶対美味しかったなぁって俺は信頼しちゃった。最高美味しかったっすよって言ってたから。トリュフ持ってんの、初めて食いましたよ。いや、ほんとめっちゃ美味しかったんだなぁと思ったら、なんか後日聞いたら味しなかったっていうか。いや、だって、俺の芝居だったか、あれは。何十回とうがいをして、歯も磨いてから食っても血のりの味しかしなかったから。いや、本当にね、血のりが甘いっていう知識をまず知らないんですからね。そりゃそうっすよね。そもそも。そりゃそうですよね。そうですね。どうしてびっくりしました？やっぱ、そういう撮影の環境で。なんか、何がびっくりしました？一番ですか？なんかよくみんなやっぱ人が多いんだなとか、うんうん、まあ、血の甘さだったりとかもそうですけど、うん、何回もやるんだなとか、時間かかるんだなとか。なんかすごく僕が、なんだろうな、びっくりしたっていうか、すごい変な緊張感に最初なったのは、はい、音楽って、すごいわーっとしたところから始まるんですよ、大体。基本的にライブとかって。あ、賑やかな。賑やかな。要するに歓声があったりするとか始まっていく場合もあるし。でもなんか、で、しかもまあテレビとかでも自分の曲のイントロが始まったりするからあれなんですけど、この現場で自分のそのカットが始まるときに、シーンってなるじゃないですか。あの静寂めちゃくちゃ驚きましたね。なんか、こんな静かな中で、そう、自分の心臓の音まで聞こえるぐらい静か。聞こえますね。まあ、やっぱ録音の関係上、ね、そうクーラーの音一つ、聞こえない、ピシーンとした。そうしたところになってるじゃないですか。確か日常ではあの沈黙はないか。ないっすよ。あれすごいびっくりしました、最初。だから、自分の心臓の音が聞こえるとはこのことかと思いました。まあ、ほんとそうっすよね。うんうん、あ、なるほどな。そういう意味で言うと、そっか、表現のスタートがまるで違うんですね。だからそう、音楽だからそうやって、こう、この静寂の中でオンにするんだっていうの途中で気づいて、最初はすごい戸惑いましたけどね。うわ、なるほど、ね。見てるとこかっこいいな。本当かな？そうですかっこいいな。そうやって言われちゃうと、なんか俺もなんか、なんか変な空気になっちゃうな。いや、ちょっとなんかあれを特別やと思ってなかったわ。あ、まあ、それはそうですわ。だってもう何本やってるんですか、もう。あ、でも確かにそう言われるとそうっすね。うん。びっくりするほど静かっすもんね。びっくりするほど静かっすね。音立てるとやっぱ怒られるし。もう、なんか、誰も一人喋らない、あ、すっごい人がいっぱいいるのに、めちゃくちゃシーンとしてるっていうのが、でも、メンバーも見学聞いてくれたじゃないですか。そう言ってました、やっぱり。あ、ほんと。すげえ静かになって始まるんだって。あ、だからその二人の呼吸とか息遣いとかが聞こえてくるだけっていうのが、
すごい新鮮だったって言ってて、だよねって思った。まあ、だから道録で撮影をするからですよね。そうそうそう。ハリウッドとかだとこう道録だけじゃなく、うんうんうん、後でアフレコがあるからもっと賑やかだったりもするんですけど。ああ、そっかそっか、そうなんですね。道録で撮るから多分あの環境なんですけど。いやーすごい。だでもあと一番びっくりしたのは待ち時間ですね。いやこれは逆に僕が謝んなきゃいけないことですね。あのやっぱりあのせっかくね深瀬さんが映画という現場に来てくださると、はい、でやっぱ粗相があってはいけないと、でなるべくもうあの本当にこの映画キャラクターのチームは、うん、あのまあ定一の国っていうのを一緒にやってる永井監督との僕は2作目だったりもするんで、はい、まあ村瀬さんプロデューサー陣もね、そうですね、あの、はい、っていうのもあるんで、まあこっちは割とこう繋がってはいるんですよ、はいはい、それであの僕らはやっぱりあの、もちろん作品としての良さもそうなんですけど、やっぱ深瀬さんが楽しかったなって。はい、はい。そうしてくださってるなってすごい感じました、ね。思ってもらえれば一番だなっていう環境で迎えた初日。初、う、日、ん。深瀬さんを。どんぐらい待ちましたっけね、俺多分。8時間ぐらい。いや、もっと言ってますね。11時間ぐらい言ってました。11時間もお待たせしました？うん、そう。11時間待ちました。待った。待って、肩しか出なかった。で、それでね、それに拍車をかける監督の言葉で、はい、深瀬くん顔映ってるからやり直しって言われて。肩しか映っちゃいけない日だった。11時間ぐらい待って。いやー、驚いたですよ。驚いたし、あれはちょっとね、いやーもうでも、失礼いたしました。いやいや、全然もう、もう俺はあの日ちょっと終わったと思いました。いや、逆に僕テンション上がりましたよ、もう。なんかすごいなと思って。でもなんか逆に、なんかそれこそエキストラの方たちとかと話す時間とかもあって、はいはい、なんか逆にこう、なんつうか、変に高ぶりすぎてた緊張みたいのは解けるために十分な時間はあった。うん、いや、俺は。あと、菅田将暉の部屋にしかクーラーがなかった。あーとか言うなあーとか言うなそう、菅田くんの、俺それ知らんかった。菅田くんの楽屋と俺それ知らんってのが一番やばないですか俺が知らんってのが一番やばいよね。そこそこ暑くなかった。暑い日だったじゃん。9月の残暑で、そこそこ暑くて。ちょっと良くないなぁ。これはいつの間にかみこしが一番良くないなんかね。いつの間にか担がれてる。いや、しかもそのほら、コロナ禍だったから、締め切らなきゃいけなくて、多分あの部屋って開けっぱなしで使う部屋なんですよ。だからクーラー1台で十分だったのを、締め切るわけですよ。汗だくでしたよ、だから。あれ、あの、家の中の部屋っすよね。家の中の、そうっすね。アパートみたいなところ。あれは1時、朝1時で11時間。俺はクーラーで。そう、クーラーの。深瀬さんは、クーラーないとこで11時間。クーラーないとこで11時間。いや、違う、言ってた。いや、違う。そう、一緒のスタッフさんと、うん、そりゃそうだよ。いや、違う。これ、調子乗んなよってスタッフさんに。いや、違う。クーラーなんかあるわけないじゃん。調子乗んなよは俺だし。これは違うのよ。これ違う。これ違う。あの部屋は多分、深瀬さん用だったんですよ。うん、あ、本当にそういう、あ、そうなんですか？ええ。津田くんの部屋が別にあったんですか？いや、俺は基本的に、自分の車か、あ、なるほど、なるほど。もう現場で出ずっぱっていうことだったんですよ。あ、だから、あの部屋で、あの部屋、ドア開けてよかったと。そうそうそう。一緒に待とう、もしくは深瀬さん用だったんです。ただ、撮影が押しすぎて、深瀬さんがそこにすら来れなかったっていうのが、なるほど、なるほど。現状なんですよ。現状そういうことなんですね。うん、だから。それだって、深瀬さんと俺で、俺の方だけクーラーは、ない。それはないね。だから僕もう暑かったから、もろずみジャージの上を脱いで、あの、なんか、肌着が厚い、あるんですよ。肌着のタンクトップの、もう、もろずみとは思えないような格好で、やっぱ初日を迎えてましたね、ほぼほぼ。うわぁ、俺スタッフさんに、その格好で外出んのやめてって言われて。あともう、その監督にもそれ見せないでって。その肌着のもろずみ。いや、それはおかしいわ、監督。待たせるんだから。いや。全然、ちょっと、なんか、すごい新人への洗礼みたいになっちゃった。いや、もう、受け取りました。受け取って。本当に。受け取って。楽しい時間、本当に。それこそ。僕はでも、深瀬さん優しいなと思って。その次の、撮影で現場でお会いした時に、うんうん、あの日、肩しか映りませんでした。で、はい、それを、メンバーに報告して、はい、肩しか初日映んなかった、つってみんな笑ってくれたんだ、って笑顔で返してくれた時は本当に胸が痛くて。めちゃくちゃ気使わしてんな、っていう。いや、もう、メンバーも笑って、そりゃそうだよねって。新人だもん。調子乗んなよって。11時間空くことなんてないっすからね。僕、飛んだおのぼりさんだったわって。
役者デビューしてきますみたいなね、LINE をグループ LINE に送ってるわけですよ、メンバーの。明日から撮影してきます！そう、言ってくるよって。俺頑張ったもう一年半、レッスンしてさっていう気持ちで言って、肩しか映んなかったわって。で、次のシーン撮った時、はいはい、須田くんいなかったんですけど、はい、次のシーン足だったんですよね。だから俺だから、やっぱり、マジちょっとずつだったんですよね。様子見られてたかも。だからもしかしたら最悪か、変える予定だったかもしれない。もろずみ。いや様子見られてたとこはあるな、ありましたけどね。いや、でもやっぱ初日、あそこ大事なとこだったじゃないですか。そうです、大事でした ね。振り返りのシーン。予告でも出てる、殺人現場をこう目撃するっていうシーンだったんで。うん、あれ、最後に撮ったんですよね。あれ、結局最後になりましたね。だ肩のドアを開けてるシーンだけ、あれですよね。うんうん、あれ、初日。で、振り返るのだけ最後なんですよね。で、僕、あれでよかったなってすごい思ってますよ、本当に。優しい。本当にあれでよかったなって。初日振り返ってたらもっと全然できてない。ただの振り返り。ただ、須田君を見てるだけになってた気がする感じがしますよ。ありがたい。深瀬さんがそう言ってくれるならよかったですけど、ね。僕は絶対あの日やった方がよかったと思う。絶対。いや、これはね、やっぱ濡れ場初日にやった方がいい説みたいなのが。なるほど。だからこそ、こう、あと全部、気兼ねなくやれるみたいなのが。なるほどね。あるし、あそこから物語はスタートしてるから、絶対やった方がいいと思ってます。はい。本当に。だから本当、クーラーの件といい。お待たせしたことといい。いや、本当に。全然もう、いいです。僕、やっぱ、初心大事にするタイプなんで。やべ、これはちょっとやっちゃったな。全然。どうすか、もう今後は、もしオファーとか、そういう気持ちにはなりましたか、ね、どうですか、お芝居は楽しかったですか。そう、楽しかったです。あ、いや、それはよかった。すごい楽しかったし、うん、須田さんもね、あ、そうですし、小栗さんだって、指導さんも、高畑さんも、みんな優しくしてくださって、はいはい、ね、なんかこう、気を使いながら、様子見ながら、話しかけてくださって、はいはい、こうやりやすいようにしてくださったんですけど、はいはい、2回目になったら、うん、多分優しくないでしょ、須田くんも俺に。調子乗ってんじゃねえよ、みたいな雰囲気になるでしょ。調子乗って2回目も来ちゃったか、みたいな。そんなわけないですよ。そういう顔をするでしょ。そんなわけないですよ。小栗さんはするんじゃないかな。まあまあ、世代的にもね。そうです。小栗さんとかね。そうそう、だから、ちょっとですけど。いや、俺はもう、それはもうちゃんと。なと思っちゃいますけど、ね。僕も同じ対応で行こう。最初だけ優しいんじゃないかなって思ってる。そう、一回目が、なんかこう、無事終えられたから、なんかそう、二回目も、行けるっしょみたいな感じで来てっしょみたいな。マジ舐めんなよ、この業界っていう。そういう洗礼を僕は受けると思ってるから。そんなことしたことないから。したことないから。いや、だからそういう洗礼を受けるんじゃないかなっていう不安で、もう、そうっすよ。だからそういう質問されるわけじゃないですか、インタビューはさらに次と、なんか、これでおしまいなんです。でも、一番最初にこれ出させていただくときは、もうこれで最初に最後にするつもりですって監督と、そのプロデューサーの村瀬さんに言ってたんで、でもやっぱりそれをこう凌駕するぐらい現場がやっぱ楽しかったっていうのがありますね。すごい。いや、それは良かった。いい、なんか音楽のツアーのチームともまた全然違う温度感で、すごい僕は楽しかったから、個人的な気持ちとしては、なんか続けてみたいなっていう気持ちはありますけど。いやー、サージ、それは良かったですね。いじめられるんじゃないかなと思って。まあでも、うん、これ俳優部として言うと、はい、やっぱ監督とかに、ちょっとこう、いじめられるじゃないけど、追い込まれる良さもありますよ。なるほど。それ言ってましたもんね。孤独がゆえの良さっていうのもこれはあります。なるほど、わかりました。追い込まれる準備ができたら、じゃあ考えてください。須田まさきです。今日のゲストは、世界の終わりの深瀬さんです。深瀬です。よろしくお願いします。お願いします。深瀬さん、リアクション来てます。はい。はい。ラジオネーム、ノートランド。肩のためだけに11時間待たされ、奮発した差し入れを味がしねえと言われ、自分の部屋にクーラーを用意されなかった、はい、深瀬さん。はい。この際全部言っちゃっていいんすよ。もうNG 出したら、型番とかされてましたね。してへんよ。してへんよ。俺が深瀬さんに NG のたんびに、おいって。おいしてへんよ。してないっすよね。いや、してなかったですけど、夢の中の須田くんは下打ちしてました。言ってました、ね。そうそうそう。
いや、俺それ聞いた時ちょっと思ったんだよな。深瀬さんが夢、須田くん夢に出てきて、俺になんか NG いっぱい出したり、セリフ噛みまくって、そう。俺に舌打ちされたんだっていう。そう。超怖い夢でしたよ。いや、だからそれこそ本当毎日血のりまみれだったんで、もう血みどろの夢はいっぱい見てたんですけど、もう慣れて全然怖くなかったけど、はいはい、その須田くんの舌打ちだけが一番怖かった。いや、それは、もう、本能的に俺のイメージがもうそっちってことですよね。そっちなんでしょうかね。さすがに。さすがになんじゃ。パブリックイメージが。パブリックイメージじゃない。俺のパブリックイメージじゃない。僕は夢の中で16テイクぐらいは噛んでたから。さすがの、優しい須田くんも、須田くんもさすがの舌打ちであるって感じ。いやいやいや。それはそんなことはないから。いや、怖かったですよ。それをさ、僕は監督に伝えたわけですよ、その日に。はいはい。長井さんね。長井監督に伝えたらさ、はいはい、やばい、うん。そうならないといいねって言われて。いやいや。長井さん。ギャグじゃないですか。長井さん、そういうとこあるからな。ギャグで言ったの。そうならないようにしてやりましたよ。噛まないで。もう噛まないでやりましたよって思いましたよ。長井さん。いや、本当に。うんと、しかも長井さんは。真顔じゃないですか、真顔でマジで思ってますからね。マジで思ってますよね。うん、そうならないといいねって。うん、マジで。本当に。ギャグが通じねえ。通じないんだよな。通じないよな、本当に。長井さん面白いっすよね。面白いっすよね。いや、面白い。言いましたっけ、俺、初日にメイクしてたら、長井さんが来て、はい、須田くん僕は見つけたと。うん、須田くんの過去の映画の、こう、ヒットしてるもの。はい。興行収入のいいものには、一個こう、共通点があると。はいはいはい。それは須田くんがおでこを出してることだっつって。そんなことないんで、お帰りいただいて。一切関係ないと思います。作品がいい悪いだと僕は思ってますんで。おでこを出してほしいっていう。そう、っていう話。話だったんですか。をしたかったんです。なるほど、なるほど。でも、俺がおでこ出しちゃうと、いろいろ変わっちゃうから。いろいろ変わっちゃいますよね。そうそう。漫画の関係で二人似てるシルエットにとかあるじゃないですか。そう。変わっちゃう。何を血迷ってるんですかね。ちょっと、そういうとこあるんですね。まあ、そういうとこありますから、ね。突き進んじゃうとこあるんですよ。確かに。まあ、だからこそ撮れる。まあ、そう。まあ、それ感じましたね。続いて、ラジオネームポイントゲッター。深瀬さん。はい。落ち着いて聞いてください。なんかすごい、怖いな。クーラーの部屋は、はい、主演のものです。すいません。申し訳ございませんでした。違います。本当に。違います。それは当たり前ですよ。みんなのものなんです。深瀬さんが次何かの作品に出るとなったら、はい、氷枕が支給されます。そうやって徐々にステップアップしていくんですよ。そう。これからも頑張ってください。ありがとうございます。存じております。そのつもり、スタンスでやっていかせていただきます。やめろ、お前、そんな。本当に。ないルールを。本当に。ないルールを教えるな。そんなことないですからね。いやーもうあるんじゃないですか。いやもう僕は本当にそうやってもう全くこうもう本当に低姿勢でやってやらせていただいてるんでもうおかしい。そんなことないですからね。みんなでなんで未だに須田くんにこうあんまちゃんとタメ口みたいな。一応僕年上じゃないですか。そうですよ。そうだからもう敬語ですもん。そんなことないじゃないですか。いやたまに、ね、そんなことないじゃん。たまにそういう時はありますけど、いやなんかね、やっぱこう怖いなと思う。怖いなっていう気持ちを抜けない。おかしい。これ本当に良くないな。これ、ね、言われるんです。その よく年下にも敬語使っちゃうことがあるんですけど。まあまあ僕もあります、ね。年下にこう敬語、うん、なんか敬語で来られるとその距離を取ろうとしてんのかと思われるから、まあ、年上なんだったら年上前としてた方がやりやすい時もありますって言われて、で高圧的なのも絶対嫌だから、まあまあそうですね。そう、もっと仲良くフランクにね、もう、まあちょっと、はい、出会いが良くなかったですね。はい、そうですね。ラジオネーム、友とスムージーと嘘と胃袋。はい。深瀬さん。はい。須田は、はい、ラジオのスタッフには日常的にパワハラをして、俳優仲間の中野太賀を引退に追い込もうとした男です。おそらく深瀬さんの俳優進出もパワハラで潰しに来ます。お前なんてことを、なんてことを言うんや、お前は。そんなことしてるんですか？しないスタッフにパワハラしてるんですか？いや、そんな、ちょっとこの曲のタイミング間違えて、おいとかやってない、やってないですか？まあ、やってな、まあ、小さく頷いてますね、スタッフの方たち。本当にみたいになっちゃうから。してるわけないでしょ？本当に。お前ら絶対してるとか言うな。
いやいいですね、なんか。してないですから、そんなことは、本当。してないね。ただ、まあ、定期的にメンバーフルチェンジするんです。うんうん、うちの。あれ、なんなんやろな。メンバーフルチェンジする。そう、フルチェンジしたりする。急にね。勝手にフルチェンジするんですか。須田くんがやっぱフルチェンジしてる。俺がフルチェンジさせてないですか。さしてないですか。もう生き残ってるサッカー人ぐらい。もうこのガラスの向こうはもう基本的にフルチェンジなんで、初期からはね。まあ5年経ってますから。あ、まあまあ、それはね、まあまあ、それは全然あることだと思いますけどね。パワハラでやめさせてるわけじゃない。メンバーとは仲良くずっとやってますもんね。いやー、そうっすね。仲良くやってますね。ね、なんか。ほんと思いましたよ、現場来た時の家族感というか。はいはいはい。うん、ほんとなんか、うん、見えないなんか力強いこのなんか。え、うん、もう、そう、嘘くさくないですか、あの仲良さ。俺嘘くさいからたまにインタビューで仲いい風でーすって言うんですけど、なんか使われないんですよ。なんかちょっとすごいな。そう、仲が良すぎるから。仲が、そう、仲がいい体でやってる4人組です。ちょっと仲良くないぐらいな、幼馴染の設定ですって言うんですけど、使われないんですよ。いや、それは仲がいいからですよ。俺、ラブさんの本名とか知らないですもんとか言うんですけど、使われないですからね。ダメなんですよ。そんなわけないからです。そうやってこう、にじみ出てる。にじみ出ちゃうんですよ。ちょっとね、気味が悪いぐらい仲いいんですよね。いや、すごかったなぁ。だって、差し入れも、うん、ちゃんと小分けのお団子とかでこう。言いましたもん、だから。差し入れ持ってくんだよって。言って、うん。言って、ちゃんと。ちゃんとルールも、ね、ちゃんと言う、そう、ルール言って。で、はあ、邪魔しないとこにいてよ、ちゃんと、つって。差し入れ持ってこいよって、須田くんに。すごい。いや、俺にはいい。スタッフさんにもね。そうっすよ。すごいなぁ。ちょっとなんか良くない方向に走ってんなぁ。いろんなものが。なんか、自分の知らないところで何かが大きくなってるなぁ、ちょっと。そういうもんですよ。ちょっとリスナーフォローして、それは。言ってやって、うん、ちゃんと俺が普段どんだけ成人君主でやってるか。パワハラで、もう。俺の次のやつを潰す。どんだけ俺のファンか。潰すって。だから、どう潰すんですかね。その、僕に来たオファーをこう、僕がそれをやりたいって須田くんが、ぐっと入っていくっていう。いや、それは深瀬さんの、じゃないと思うよ。そう。違うと思うよって。彼それできないと思うよって。そんな力ないから。俺はないから分かるから。そんな力ないから。怖いなぁ、ちょっと。ちょっと、僕はもう全然、ぜひぜひやってほしいなと思ってるんでね。ありがとうございます。ね、ちょっと今日テーマがありまして。テーマ、はい。まあ、キャラクターという映画に、はい。ちなみまして、キャラ強という、はい、まあ、キャラが強いリスナーをこう、はい。リスナーからキャラが強いメールを送ってもらっております。はい。はい。ラジオネーム、コシアンジャンキー。うちのばあちゃんは、笑いの大きさを、卵の数で表現します。やばい。どういうこと？いきなりやばい、うん。今の卵3つやな、みたいなこと。それ分からへんな。全然分かんない。卵が、基準として、どういう基準になるんだろう。マックス何個までいくんですかね。いや、分からへんし。卵10個分やなって言われても、何個中なのかによりますよ、ね。オンバト的なことなのかな。そう、まあ、何キロみたいな。ああ、まあ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 、でもそういう感じかもしれない、ね。星3つみたいなことが言いたいのかな、まあ、卵。マックス何個か知りたいな。なんかそういう、牧場、卵農家ってか、鶏とかを育てたりするとかじゃないのかな。何なんですかね。そういうボケとかでもなく。キャラ強いですね。なかなか強いですね。強いですわ。きっと他も強いでしょうしね、これは。いや、そうですよね。きっと卵だけじゃないですよ、ね。じゃないと思います。卵だけじゃないですよ、絶対。続いて、ラジオネームガグビー。僕、松屋で味噌汁飲むとき、絶対ごまドレッシング入れて飲みます。いい、強いな、すごいな。うまいんかな、それ。まあまあ、まずくはないやろうけど。うん、え、どうなんだろう。いやー。ごまドレッシング味噌汁ですから。意外と合うのかな。え、わかんない。俺、なんか、アメリカ人の友達に、はい、アメリカで一時期、カップラーメン、日本のカップラーメンに、ピーナッツバターが入れるの流行ったんですよ。って言われて。はぁ、うん、流行ったんですよ、ってか。何や、そのちょい足し。だけど、え、気持ち悪って思うじゃないですか。うん、でも、多分、担々麺みたいになるんじゃないか。ああ、なるほど。そうやって言われたら、そう言われたら。確かに、担々麺は、ピーナッツとか入ったりするし、あるもん。そういう感じなんだなと思って。これは、あ、でも、まさにそうじゃないですか。多分。汁にごまドレッシングはもしかしたら、
なるかな。ちょっとクリーミーで、うんうんうん、あの酸味も出てこのごまの感じっていう。あ、でもなんか今いけた。口の中で今いけた。いけたいけた。おお、じゃあこいつはキャラ強くないっすね。全然キャラ薄いっすよ。むしろね、うん、あ、これはすごい。納得しちゃったっていうか。ちょい足しレシピとしてはもしかしたらいや、でも見たらギョッとしますよ。まあまあ確かに確かに。うん、よし来た来た。わーっつったら。いや結構、まあ、いやでもやっぱ発明家やから、うん、これすごいっちゃすごいですね。まあすごいですね、うん。確かにキャラは強い。続いてラジオネーム何のねノーブラ。僕は中学生の頃、はい、常に眠そうなやつ。常に眠そうなやつってかっこいいなと思っていたため。はい。まあまあまあ、わからないでもない。まあまあ、わからないでもない。わからないでもない。眠そうなやつ。クールなね。そうですね。クラスの最初の自己紹介の時に、特技はいつでもあくびが出せること。うん、常に眠いから余裕っす。と。出来もしないキャラ付けをします。それ以来、クラスのヤンキーの目に留まり、はい。おい。お前いつでもあくびできんねやろ。おい、ほら、あくびしてみろや、と。はい、断るごとにあくびをさせられるようになり、はい、その結果、1日50回以上あくびのふりをした僕は、顎関節症になるという、悲惨な目に遭いました。しょうもないな。しょうもない。こいつだから、しゃあないっちゃしゃあないし。でもね、気持ちわからなくて。作ったキャラやからね。そうね。そうですよね。できへんから。そうですよね。だって嘘なんだもん。嘘なんだもん、ね。嘘を本当にしようとすると、そうなりますよね。いやー。悲しいなぁ。そんなんか。いや、でも偉い。気持ちはわからなくもない。ちゃんとやってるし。全うしようとしたら非常に偉いし、はい、やっぱ今日はやっぱ嘘キャラはちょっとノミネートならないんで。嘘キャラもノミネート。そっか。嘘キャラだもんね。嘘キャラなんで、そんなん誰でもできるから。なるほどね。別に、そんなん誰でもできる。彼普通ってこと？そうです。そうですよね。そうです。彼は普通だからこそこういう嘘に出たっていう。なるほどなぁ。かわいいですね。かわいいですね。かわいいなぁ。引き続き皆さんからのメールをお待ちしております。メールアドレスは、suda@orlandonippon.com。suda@orlandonippon.com です。どうですか？僕らでもちょっとキャラ強選手権っていうか、紹介したりします？どういうことですか？お互いのちょっと知り合いでキャラ強いなっていう人を、ちょっと紹介するという、まあ企画というか、なんか、いそうだなって一人ずつ。一人ずつね。なんかいらっしゃったりします？僕からいきますか？どうぞどうぞどうぞ。まあまあ、ちょっと今回の映画にもちなんででいくと、やっぱちょっと中村獅童さん。ああ、まあまあ、そうっすね。中村獅童さんは、獅童さんやっぱ、パブリックイメージ的にもキャラ強いイメージ。ああ、ありますね。あると思いますし、オーディションとかでもね、全部眉毛剃ってって、うんうんうん、勝ち取ったピンポンとかも結構伝説やったりもするんですけど、はい、やっぱね、音の獅童さんはやばいっす。オフの獅童さんやっぱやばいっす。あ、オフのね。オフの獅童さん。オフのってもう映っちゃうけど、オフのっすね。わかる。わかる。ちょっと。でも、この前の舞台挨拶の獅童さんもやばくなかったっすか？やばかった。まあ、でもあれは、オンの獅童さんなのね。まあ、オンの獅童さんだけど、でも、まあ、オフでもあれ出るときあるじゃないですか。ありますね。声が半トーン高くなって、うん、止まらないときね。会話が。いや、漫談を始めるときね。いや、漫談始めるときありますけど、俺が一番濃いなと思ったのは、獅童さんの家に行ったんですよ。うん。行ったときに、狐の真っ白なお面を渡されて、お前これ、絵描いて持ってこいって。え、どういうこと意味が全然わかんない。キツネのお面、はい、を、白いお面を渡されて、お前これに絵描いてこいって言われました。意味が全然わかんない。酔っ払ってんの？全然わかんないですよ。んで、描いてったら、バンソンのレザーくれました。癖強いんです。キャラ強いんですよね。マジか、打ち上げしようかなとかさ、ね、なんかそういう風なさ、なったら行こうとか言ってるけどさ。絶対ね、狐のお面渡されますよ。怖い、うん。ちょっとやっぱ一杯引っ掛けてから行きますわ。そうですね。だし、やっぱ深瀬さんが絵描けるの知ってるから。いや、いや、絶対この。狐のお面。マジか。どういうシステムなんですよ。さっきの卵と一緒で、うん、狐のお面の絵を描いたらレザーがもらえるっていう、どういう対価、等価交換なのかがちょっと。いや、もう全然わかんないですけど、うん、その狐のお面はどこ行く、行方はどこへ行ったんですか？なんか一応、壁に
飾ってあるんですか？飾るところに行ったら、いろんな狐のお面飾ってました。あ、いろんな、で、多分来た人たちの。来た人の多分、指導さんに書いてこいって言われた人は書いてくっていうのも、妖怪の家みたいな。怖い。あ、なんか、あ、なるほどな。そうそうそう、サインみたいなもんなのかな。有名ラーメン店みたいな感じですか。まあまあ、いっぱいサイン来た人の、そう、芸能人のサインめっちゃ書いてあるみたいなの、キツネ版なんですね。かもしんないですね。いやー、面白そう。書くのかな、やっぱ強いなと思いましたね。いや、ちょっと。書くんじゃないですか、絶対、多分。ちょっと飲んでから行きますわ。書くと思う。多分飲まないで、あ、じゃあ僕か、僕、誰だろう。キャラ強い人います。キャラ強い人？周りに。キャラ強い人なんだろう。いろんな人と出会ってそうですけどね。神木隆之介。やっぱりっすか。やっぱりっすね。あ、神木隆之介すごいキャラ強くないですか。あいつはやっぱそうっすよね。なんか、僕そのサザンカっていうミュージックビデオに神木くんに出てもらって、はいはい、で結構一緒にご飯を食べるシーンがすごいメインで出てきて、うん、いろんなもの食べてるんですけど、うん、普段何食べるのって聞いたら、うん、マックしか食べないです。まあまあ基本的にジャンクですよね。ジャンクなんですよ。超ジャンクっす、ね。で、俺聞いた時に、うん、なんか、その後、神木くんどんどん話し始めて、うん、もうほんとどこマックです、うん、って言われて、うん、なんかその、ちょっと忘れましたけども、決まった定番のセットが自分の中で出来上がってるんですよ。はい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 、で友達と沖縄旅行に行ったらしいんですけど、はい、その時もマックらしいんですよ。やばくないですか？さすがだな。いやいや、マックはね、がね、悪いとか、美味しいですけどさ、せっかく旅行に行ったんやったら、うん、沖縄なんてそれもいっぱいある。そう、いっぱいあるじゃないですか。なんだ、そう、じゃ、もうなんなら沖縄旅行っつったら、うん、沖縄料理を食べに行くみたいなのが半分目的じゃないですか。そこでマック食べる、うん、狂気やべえなと思って。うん、いや、そう、一緒に行った多分友達も友達ですよね。だから。抗わねえんかいと思いましたよ。いや、あいつさすがっすよね。いや、海ぶどうとか食べようよとか言わないんですね。沖縄のいっぱいいろんなあんのに、ね。いろんな美味しいものある中で、マック。沖縄でマックかと。まあまあ、なんか特別なハンバーガーがあったりすんのかな？ないって言ってました。ないんや、それも。ないって言ってましたね。だからもうびっくりしましたね。あいつも、まあ俺ずっと一緒でしたけど、はいはい、もうね、まあまあ、その食事に関していろいろ変なこととかあるけど、よく、その、消え物っていうか、食べるシーンがそれこそあった時に、あいつめちゃくちゃ食うんですよ。はいはい、俺が見る限り、うん、俳優で一番消え物を食うんですよ。ああ。劇中飯を一番食う男なんです、あいつ。あ、でもそれ、自分でも言ってた気がします。そう。で、そこが問題で、うん、出された消え物を いっぱい食べる、早く食べることをかっこいいと思ってんです、あいつ。かっこいいと思ってる。あいつかっこいいと思ってんの。僕は、その、いろいろ、その、お芝居の相談をしたから、うん、そうした方がお芝居できる。そんなことない、そんなことない。食べると喋りにくいし。喋りにくい。俺もそう思ってた、喋れない。本当だって、本当なんか蕎麦食べて、あ、もうなくなった、もうなくなった。あ、お肉3枚食べた、今の。今の俺、スタッフ喋って3枚食べた。あれなんだ、なんだなんだ、それが芝居のアドバイスかと思ったら。違う。かっこいいと思って。あいつは、それをかっこいいと思った。かわいい。かわいいな。いっぱいって早く食べるのかっこいいと思ってるから、やっぱこいつ変だなぁと。いや、変ですよね。彼の変なとこ言い出したらキリないですからね。いや、だから役者で行くと、うん、僕、柳楽優弥くんとか。あ、はい、はい。やっぱね、最高でしたね。どう最高でした？集中の仕方っていうか、まあ、もちろんその、音の？はいはい。あ、まあ、音のっていうか、なんか、世間的なイメージ。の、ヤギラ君もやっぱぶっ飛んでるし、強烈な作品も多いし、うん、まあ名作も多いし、はいはい、役者としてかっこいいなって思うんですけど、やっぱり現場でも、ヤギラ君は、すげえなと思ったのは、ずーっと電柱に頭をこうやってぶつけながら集中されてましたね。あーって言いながらこう、うん、ディストラクションの時は、ベイビーズ定画の時はやっぱ、そこまですんねんなって、かっこええって、っていう。すごいっすね。結構それこそ今回の深瀬さんの、殺人鬼役じゃないですけど、結構こう、なんで暴力をこう振るう、はいはい、結構強烈なキャラクターやったんで。なるほど。うん、それもう全然、あれなんですか？喋りかけられない雰囲気なんですか？いや、そう、ほとんど喋ってないですよ、だから。ええー。なんかちょっと俺アドリブで、なんか茶化すような、結構仲いいキャラクターだったんですよね。はいはい、言ってもその武骨なエギラ君のキャラに、付きまといながら、虎の意欲ある狐的なポジションで。なるほど、なるほど。行動する役をやったから、うんうん、結構ちょいちょい劇中でも台本通りでも、ちょっとこう、小突いてみたりとか、絡んでみたり、誘導したり、
俺はあのライオンをこう、誘導する動物使いやみたいなことを言ったりもするんですけど、ちょっとこうアドリブとかでせやんなとかなんかそういう、はいはいはい、あの軽い気持ちのこうセッションを足した瞬間にあみたいなであれと思って。え、今のダメですかって、ちょっとキャラなのか、あの役者、素だとしてなのか、どっちとも取れるような、え、今のダメですかって聞いたら、今のちょっと殴っちゃうな。怖え。あかん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 。怖えな。あかん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 。怖い。それはあかん。それはあかん。それは、それ殴られたくないんで変えますっつって。なるほど。変えました。変えたんですね。めちゃくちゃ怖かった。怖い話だなぁ。怖い。そんだけこう、ガッて、あの現場においてやっぱ集中されてる。それはそんなことないですよ、もちろん。普段はね。普段は全然。他の現場だった時は全然そんなことないんで。なるほど、なるほど。銀玉とかで会った時はもう全然違うから。さすがなんですごい、そうなんだなぁ。そういうのか。じゃあ、僕、うん、あれだろう。キャラ強。うん、岡崎体育。おぉ岡崎体育さん。もちろん知ってますけど。知ってますよね。その、まあ、キャラ強いじゃないですか。まあ、そうですね。見たまんま。はいはい。結構トリッキーなイメージですよね。そうですよね。トリッキーなイメージなんですけど。はい、何がキャラ強かっつうと、うん、全然キャラ強くないんですよ。え？あいつ。あいつ。岡崎体育さんですか？あいつ、え、あいつ、うち呼んでご飯食べたんですけど、はい、めちゃくちゃ礼儀正しいんですよ。いやいや、そんなことないっすよ。めちゃくちゃ礼儀正しい。バンバンかましてほしいっすよ。しかも全然面白くないんですよ、あいつ。まさかの。そんなことないでしょ。びっくりするぐらい。だってファーストテイクで一言も喋らんような人ですよ。いや、だから、そう、うん、あれじゃないですか。うん、めちゃくちゃ礼儀正しくて。スーパーユーモアマンじゃないですか。いや、スーパーユーモアマンだと思って、スーパーユーモアマンが来ると思って、うん、俺は家で待ってたんですよ。はい、ご飯用意して、はいはいはい。で、ご飯用意して、で、僕お酒飲んでて、はい、で、お酒飲みながら喋ってたら、その、岡崎体育、体育が、はい、体育、あの、その、ご飯食べていいよって言ってんだけど、はい、食べるじゃないですか。はいはい、で、俺が話し始めると、はい、箸置いちゃうんですよ。箸置いて、はい、そうっすね、つって、あの、姿勢を正すんですよ。めちゃめちゃちゃんとして、めちゃくちゃちゃんとしてて。ちょっとなんかショックやなぁ。びっくり。びっくりですよ、その、岡崎体育。なんかその辺ロックスターなイメージでしたけどね。ぶっ飛んでるのかと思ったら、めっちゃちゃんとした人ですよ。超ちゃんとやってるらしいんです。あれを。それ大丈夫っすか？言ってマジっすか。いや、そうなんや。いやいや、なんかもうほんと体育な、体育、そこ俺から。まあもちろん、あんだけこういろんなことしてるから、ある程度ね、うん、その、ちゃんとしてないとできない。っていうのはね。作業は絶対、プレイヤーとしては当然あるじゃないですか。うんうんうん、でもそれを踏まえても、ミュージシャンの中で一番ちゃんとしてる。すごいよ。そうなんですか。びっくりしましたね、やっぱりね。いや、まあでも確かに、たまにめっちゃちゃんとした曲あるじゃないですか。そう、めっちゃちゃんとした曲ある、あるある。めちゃめちゃいい曲ある。いい曲あるじゃないですか。そう。なるほどね。でもなんかそのアルバムとかにそのこう映画中に流れてると、あ、違う。この曲を聞くと、タイトルをちょっと今ド忘れしちゃったの。この曲を聴いてるうちはなんか映画の主人公になれる曲っていうタイトルがあって、うん、それを確かに聴いてると映画の中の主人公になれる気持ちになれる曲なんですよ。超面白いの。面白いじゃないですか。すげえ面白い。超いい曲なんですけど、うんうん、会うと、めっちゃつまんないんですよ。つまんないんじゃない、多分つまんないんじゃないですよ。多分友達には。だって武道館とかでライブ初めての時に、トロッコ走らせて、誰も知らない曲を歌って、そう。しかもちゃんと歌詞がトロッコ乗りながら、誰も知らない曲歌うなっていう歌詞やったり。そうそう。みんな大爆笑を見せた。大爆笑で、もう俺がやってたちっちゃい、その自分たちのフェスがあって、はいはい、体育呼んだ時とかも、はい、もうステージでもうめちゃくちゃ面白いんですよ。いや、そうっすよね。ステージ降りてくるとめちゃくちゃ腰低いんですよ。びっくり。あ、それでも逆にキャラ強いっすね。キャラ強いよ。だから、もうすごい。な、だから俺最初、お酒たくさん飲んだもん。どうしていいか分かんなくなっちゃった。困っちゃって。困っちゃった。あ、なるほど。あ、こっち系なんだと思って。
まともなんだって思った。うわ、面白いな。いや、ちゃんとま考えてやってんだなっていう、もう確信犯なんだなっていうのはね、分かってしまったっ。まあ、それも踏まえおもろいですね、でも。面白い。多分、でも友達だからとかには絶対面白いんですよ、きっと。やっぱ、ああいうこと考える人だから。うんうん、だから、その上下関係みたいなのすごいしっかりする。やっぱ、緊張してるっていうのもあったんじゃないですか。年上だっていうのもあったのかもしれないですね。ないですか。はい。所属あります？え、ないですか？ず、もう一人いたりします？お互いの。お互いの。てか、僕らのキャラはどうですか？この、どっちがキャラとしては強いと思いますか？他も、あの、深瀬さんはやっぱり、はいはい。多分今まで会った人の中で一番ギャップがあったんで。なるほど、なるほど、うん。それこそ今岡崎体育さんのことをおっしゃってましたけど、その日じゃなかったですよ。その日じゃなかったですか？深瀬さんの、うん、朝8時からバドミントン行くわ。あ、まあね、それはね、本当にね、うん、そうっすね。そうっすね。やっぱなんか、意外でしたよ。意外な、意外ぶってまし、うん、意外、なんか友達20人ぐらい呼んでバーベキューするとか。そんなわけないよね。20人じゃないです。100人。100人です。友達100人？友達100人です。いや、なんか人生で100人も出会ってなさそうじゃないですか。いや、出会って、でももう全部、友達とかメンバーだけ全部です。友達の子供とかも。だからもう子供、だから子供とかめちゃくちゃ、それはもう企画ですって、テレビの。いや、もうね。それはもうなんかもう嘘ですよ。いや、嘘じゃないですよ。あ、じゃあもう本当、あれです、なんか。100人今度、そう、多分俺、その話、テレビでするんで、その写真出しますもん。うわ、ちょっと見たいなぁ。すごいですよ、もう。さすがっすね。子供、なんかやっぱ、RPG っていう曲を出したんですけど、その頃からやっぱり、はいはい、なんか子供が寄ってくるようになって、はい、昔の俺はもうなんかその子供も全然寄りつかないし、はいはいはい、そのエレベーターとかで子犬が一緒になるとなんか震えた、子犬が震えて、いや、そう、あら、どうしたの、そう、それが正しい、そういうイメージだったんですけど、うん、もう、うん、だんだんその RPG っていうこうなんか曲から子供たちから好かれるようになって、うん、でそのキャンプとかも子供もすごいたくさんいて、なんか次の日朝起きたら、なんか朝起きてその一緒にいた人たちに、うん、昨日なんか深瀬くんも子供が周りにいっぱいいて、なんかマイケル・ジャクソンみたいだったよ。うん、なるほどね。そう、なんか、そういう感じなんですよ。で、僕、そう、子供がいっぱいの好きだし、だそういうのも本当にしょっちゅうやろうとしてて、なんなら本当はコロナがなければ、去年の2月もそういう、うん、大型のこう、はい、子供たちいっぱい連れて温泉旅行行く予定も立ててた。温泉バージョンもやったこともありますし。マジか。そう、意外とそうなんですよ、ね。100人でバーベキューし、いや、結構、あれですよ、崩壊してますよ。いやー、ちょっとそれは意外でしたね、やっぱね。いやー、そうですね。キャラ強いっすよ。やっぱキャラ強いっすね。これで振りが効いてるっていうかね。なるほど。うん、どうすか？あ、須田くん、うん、須田くん、うん、キャラ強いじゃないですか。キャラ強いって、キャラ強いなって思ったのは、お、あります？あの、LINE が、マジで既読がつかねえ。で、俺がそれを須田くんに言ったら、あの、小栗さんが、わかるわーって。で、俺その後に、その後にね、はいはい、だから俺ほっとした。俺だけか既読つかねえのかなって思ったら、小栗さんがわかるわーって言ってた。みんなにそうなんだと思って、そしたら須田くんが、もうそろそろ、その、未読が1000いくって言ってて、女子高生じゃんって思った。女子高生の未読のレベルで、そう、大人がやるレベルじゃないし、その最後に俺が一番おかしいと思ったのが、いや、もうだってなんなら俺3年後に返したりしますもんって言ってて、そんなのもはや怖い。乗っ取りかと思うもん。乗っ取られて。そう、乗っ取られて。3年後に、そう、吹かせたやつ、連絡返ったやつが帰ってきて、怖い。怖いし、いやー、そんなね、3年後に返す人とかね、キャラ強いですよ。なんで3年後に返そうと思うんですか？いや、ふと、目につくんですよ。ふと思い返すんですね。ふと思い返す時間があって、なるほど。そう、そこで見て、あ、会いたい今、みたいな。3年後に既読がつく感じとかさ、怖いよ。怖いなと思いますけどね。僕、俺も、もう、この業界でナンバーワンの LINE 卿なのよ。
もうすごい。深さんね。超早いです。すごいスピーディーですもんね。スピーディーですね。うん、この業界。豆に返してください、ね。豆ですね。もう、卓球のようなスピードで返す。でも、あえて置いといたりしますもん、携帯を。あ、もう。分かってるけど。いつでも。分かってる。須田くんから LINE 来た時も、俺すぐ既読つけちゃうから、そうすると、あ、この人すぐ既読ついたな、気持ち悪いなって思われないように。めっちゃ気使わしてる。ゆっくり、あ、須田くんなんだろうなって思いながら、ちょっと、一回休憩挟む。すぐに返しちゃうと。すぐに返しちゃうと、負担になっちゃうかなと思うから、あの、一旦、挟みます。休憩挟んでる。マジか。あれできます?あの、こういう。あ、俺できないです。打ち方。俺できない。あれできず。フリック入力できないですけど。すごい。できないけど早く返します。すぐ返せんだ。返しますもん。早いんですよ。だから俺その話聞いた時にな。よかった。ほんと、小栗さんが隣にいてくれてよかったなと思った。小栗さんにいつも怒られますね。怒られますか?あれはいつも怒られます。あー、よかった。俺だけじゃなかったんだって思ったのが一番ほっとした。それが一番舞台挨拶でほっとした。あの日に分かって。あの日に分かって。あれは、あれを小栗さんの前で須田くんに話してよかった。いやー、失礼しました、本当に。いやいや、これに関しては何の弁明もなく。まあまあ、いや、もう、得意不得意ありますもん、あれは。あります、あります、あります。いやじゃあどっちの勝ちにしますか。どっちの勝ち?総合力も踏まえ、他のメンバーも踏まえ、これは。いや、だって今んとこ誰が一番強かったですかね。全員ですか?全員の中で一番強い。今一番出てきてなかった、これリスナーも踏まえね。うん。うん、なんだろう。一番キャラ強いの。だろうなぁ。やっぱ、あれじゃないですか、こう。闇深いのは神木隆之介なんですか。間違いねえ。間違いないな。神木隆之介ですね。神木隆之介で、俺たちはまだ話してない部分たくさんあるから。話せない、話せないっていうか、もうなんか、そうね。そう。ちょっと、うん。おめでとう、でも隆。おめでとう。うん。以上と。キャラ強選手権でした。はい。須田まさきです。今日のこの時間は須田まさきのオールナイトニッポンをお送りしております。ゲストは世界の終わりの深瀬さんです。はい、深瀬です。深瀬さん、リアクションが来ております。はい。ラジオネーム、ジャイアント厚彦。はい。深瀬さん。はい。須田も怖いですが、神木隆之介はもっと怖いです。現在、まあ、知ってます。日本の興行収入のほぼ全てを彼が牛耳っています。俳優界のゴッドファーザーです。これね、マジなんですよ。いや、マジだと思いますよ。これはマジなんです。興行収入ランキングトップ10のうちの7個ぐらい竜なんで。やばいっすよ、ね。そうなんですよ。日本の歴史はちょっと竜で。その神木くんに僕、こう、アドバイスいただいてたから。お芝居のね。そう、役者。でもさすがだと思いましたよ。あの、なんか、やりとりっていうか、かっこいいな、竜っていう。いや、もうそうです、本当に、うん。師匠って呼んでますもん。師匠って呼ばせていただいてよろしいでしょうかって言って、神木隆之介の一番弟子っていう、プロフィールに変えようか迷ってるとこです、インスタを。竜の一番弟子。そう、神木隆之介の深瀬ですっていうのを。俳優業の時の時の。そうですね。やばいとこに指示入りしてんな。いやー、でも本当にね。まあでもね、力は確かですからね。いやー素晴らしい。もう彼のおかげでしたね、本当、背中を押してもらって。ラジオネーム、おみも。深瀬さん、撮影中水飲んで怒られませんでしたか?え?俺に?俺に?なんでお前水飲んでんだよ。え、なにそれ?昔の部活のスタイルみたいな。俺が飲んでいいって言うまでお前飲むって言ったろっていう。やばいっすね。言ってないっすよ、そんなこと。今時だって、部活だって水いつでも飲んでいいですよ。もう今の時代ね。今の時代、ね。今の時代も、昔の時代。部活の先輩みたいな態度ってことですよね。そうですね。あれ何だったんですかね、水。ありましたよね。水を飲むなっていう。なんか意味がわからない。意味がわからないですけどね。いやな。まあまあ、精神的なことな。精神的なことだと思いますね。そんなことないですから、大丈夫ですか、ね、確かったですよ、本当に。自由に飲んでいい現場でした。はい。うちの現場で自由に水を飲んでいい現場でした。ラジオネーム、ボービー。深瀬さん。これは本当に須田が言ったことなんですが。はいはい。コアモテのミキサーさんがこの番組を離れられることが決まった際。はい。こいつは、邪魔者が消えたって言いました。この番組のスタッフは弱そうなやつかエロい人しか来てほしくないと時代錯誤も甚だしい発言を連発されております。
これは本当。これは本当。これは本当。これは本当なんですね。ちょっと本当。なるほどね。ちょっとそう。ヤンキーがいたから。ヤンキーだったんですか？ヤンキーがいたんで、ちょっと嫌だなって思ってたんですか？そう、ちょっとやっぱ力で負けるなっていう。こういつだって楽しく笑顔を振りまいてても、いつだってやられるなっていう覚悟で僕はいたんで、この時。なるほど、なるほど。で、これは、なんていうのかな？本当ですけど、これは、もし、正当防衛とか。正当防衛するからね。これはそういう。続けていくためにね。そう、まあ、生きていくための。しょうがないですよ。ガードなので。なるほどね。防衛本能的なことです。そうです。仕方なかったんです。なるほど。なるほど。言うしかなかったんです。ラジオネーム、ノイトール。須田さんがかつてリスナーにかけてくれたこんな言葉を、はい、今夜は深瀬さんに送りたいと思います。なるほど。お前らと過ごす深夜1時のラジオよりバリ島で4泊5日過ごす方が大切。これがパワーオブハラです。これも、うん、これも本当です。これも事実ですね。事実、これも事実です。ああ、なるほどね。これは。よりもそれ、これはなぜなら本当なんだ。これそらそうでしょ。これはそらそうですよ。すね、お前らと喋る1時よりもバリ島での4泊5日。そうですね。それは、これはそらそう。間違いない。どうですか、ま、今日のこのラジオの時間と、バリ島4泊5日。どっちの方が大切ですか俺、はい、俺に聞く今日のこの時間と。俺だってそれずるいよ。須田くんのホームだもん、ここはね。関係ない関係ない。関係ない関係ない。バリ島だよ、じゃあ。でしょ？じゃあバリ島だよ。そりゃそうでしょ？そうしたらバリ島。それでいいんだったらバリ島っすよ。いや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 。うん、まぁ、あ、ちょっと悲しいけど、うん、それはそうなんですよ。そうそうバリ島4泊5日行っちゃって何者にも変えがたい。そう、変えがたい。それ強いですから。かけがえのない。かけがえのない。かけがえのないよ、このラジオだって、俺にとっては。そうですよ。そうだよ、須田くんのラジオ出してもらって、かけがえないよ。いや、僕ももちろんそう思ってますけど。ないなと思ってる。まあ、残念ながら。バリ島が出ちゃうとね。バリ島はずるいよ。そうですよ。うん、バリ島が悪い。バリ島が悪いね。うん、バリ島が悪い、ね。俺もそれ言った気がする。それバリ島が悪いって。そうだよね。比べる相手が悪い。それは比べる相手が悪いから、うん、誰も悪くないと思います。まあまあまあ、うん、でも、しゃあないですけれども。はい、まあこの時間で深瀬さんとはお別れとなって、はい、しまいますね。はい。いや、いかがだったですかね。いやー、なんか楽しかったですよ、バリ島には及ばずでしたけれども。なんか、はい、そうですね。なんか、こんな深夜にこんなに大きい声出したの久しぶりだなと思って。そうですよね。なんか、俺顔赤くないですか？いや、顔赤い。顔赤いですよね。顔赤いですね。いや、だから、もうね。普段本当に寝てるんだなっていうのが。申し訳ない。いや、な、もうね、絞り出してるんでしょうね。もう、俺も、ね、眠れないかもしれないです、今日。今日。寝ないでバドミントン行くんです。いや、それは、危険なんで。危険なんでね。ちゃんと寝てください。寝ます、寝ます。ちゃんと寝てください。でもよかったです。いや、楽しかったです、すごく。はい。まあ、改めてお知らせ等があればということなんですけれども、なんか、ありますか？なんか、お知らせ？なんかあるかな？はい、なんかありましたっけ？大丈夫ですか？ CD のアルバムが出る。7月21日に、僕たちのアルバム。すごい、今、ハンドサインで。ハンドサインで、ね。ハンドサインで。うん。すご、世界の終わりチームはハンドサインでメッセージを送れる。いや、もうそうっすね。ハンドサインで。すごかったな。送れるマネージャーなんで。はい、もう一度お願いします。7月21日に僕たちの、はい、あの、新しいアルバム、セント・オブ・メモリーという。いや、確かそういうタイトルですよね。あ、それはちゃんとしてください。OK だ、そう。OK はハンドサイン俺でもわかる。違う、あのね、そうですよ。うん、俺、セントメモリーにするか、メモリーオブセントにするか、ずっと迷ってたから、言うたびに、どっちにしたんだっけなって思っちゃうし。ああ、なるほど、なるほど。そう。言ってから浸透していくやつ、ね。そう、結構、あれなんですけど、そう、アルバムをね、出すんですよ。アルバムを出して、今回、匂いをコンセプトにして、その一曲一曲に、その合わせた匂いのついたキャンドル版みたいなのを出すことになって。おしゃれ。おしゃれかわかんないですけど、すげえ楽しかったですよ。へー。一曲、曲に対して匂いをつけたこともあるし、はいはい、その匂いを嗅いでインスパイアされて曲にしたのもあるから、すげえ面白かったですよ、なんか。面白そう。そう、だからすごい不思議な作り方だねってメンバーと喋ってて。面白いですね。楽しかったです。あんま聞いたことないです。うんうんうん。ちょっとそれぜひ楽しみです。よろしくお願いします。はい、まあ、そして、映画キャラクターが公開中と。はい。まあ、もしも売れない漫画家が殺人犯の顔を見てしまったら、しかもその顔をキャラクター化して漫画を描いて売れてしまったとしたら、そんなアイデアを軸に登場人物、キャラクター、それぞれが、幾千にも交差する物語を描いた、
ダークエンターテイメント映画ということで。はい。どうですか、深瀬さん的な見どころといいますか、最後に一言あれば。見どころですか。はい。もう僕はもうぜひ深瀬さんを見に来てほしいですね。なんだろう。ちょっと途中途中小栗さんがかっこよすぎるんで。そうですね。なんか。あれなんですけれども。見どころか、もう、俺さ、まだちゃんと見て、はい、見れてないんですよ。薄めでしか見てないんですよ、まだ。言ってましたね。まあ、初映画ってそういうもんだったりも、直視できなくて、はい、俺の諸積みって、ぼんやりしてるんですよ、ずっと。あ、自分のシーンだけ自分のシーンだけ、ぼんやりと。ぼんやりしてるから、須田くんとこは、もうすごい、あ、すごい、あ、こういうシーン通ってたんだ、とかってすげえ感動したんですけど、はいはい、殺人鬼出てくるとき、すげえぼんやりしてるんですよ。まあでもそれはもう大丈夫です。それがね、まあやっぱすごい、もうもう、君が悪いと。はいはい。君悪くないと、OK 出なかったんで、監督の。まあそうですね。優しすぎる。その君の悪さみたいなところは、なんか、できてたよ、できてたと言われて、言ってもらえるんで、はい。見てもらえたらなと思います。ですし、なんか個人的にはちゃんとこの哀愁というか、人間味あふれる、こう、キャラクターだと思うので。はいはい、そうですね。なんか、トロー感みたいなのがね。そうですね。ちゃんと出てる。ちゃんと出てる。だと思います。はい。ぜひ、映画館で見てもらえたらと思います。ということで、お別れに一曲。はい。お別れに一曲。あかね×リンネプロッドバイヤッフルで、キャラクター。今日のゲストは世界の終わりの深瀬さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんもありがとうございました。ありがとうございました。